振り駒焼け石ホットライン走ってきました。三沢ダムはロックフィルダムで、堤高 132.0m は東北地方に建設された多目的ダムの中では最も高く、堤体積は全国第2位、堤体長は国内最長 723m の全国屈指の巨大ダムです。ここから始まります。正面の猿岩に水道があって、岩なずりの時によく通りました。カツオもまだ食べていないのに、カツニョロ、あっちゃいました。びっくりして、アクセル、開けちゃいました。クリコマ焼け石ホットラインは、全長 16km くらいの新しい走りやすい道路です。紅葉の時期は特に素晴らしいですよ。ここまでです。